さん、こんにちは。ゆりです。はい。それで今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おい、昨日のサラーズ4位おめでとうスペシャル、記念スペシャルセール。めちゃくちゃ好評でした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。なのでですね、今日はまたね、さらに気が狂ったことに、初週ものをスペシャルセールしていきたいと思います。そう、今着れる夏物と初秋物、はい、スペシャルセールしていきますよ。そしてちょっとまた今から気が狂ったことを発表するからね。はい。こちらですね、本日限定となります。本日限定、完売したら終わり。はい。そしてですね、今日はですね、さらにですね、ちょっとこれその話はちょっと後でしょ。で、まずはそのリサイクルの話しますね。リサイクルの話、はい、リサイクルの話ですけど、昨日もお話ししましたけど、リサイクルのは私、皆さんのタンスに眠っているものを私が代わりに販売する、そして皆さんにも喜んでいただいて、お洋服とかね、のゴミのロスもなくすっていうのでやってます。ですので、リサイクル出された方はですね、なるべくですね、何か他の方のものでも欲しいものがあるんじゃないかと思ってですね、見ていただいて、もし欲しいものがあればですね、買っていただきたいですね。はい。そして昨日も言いましたけど、それはですね、必ず自分に返ってきますから。はい。私がなんでこんなことやってるのか、これはですね、運良くするためです。皆さん見たでしょう、昨日私のジュニアの席、ね、ジュニアグリーンバッリーシリーズ大阪の席、ISU 席のすぐ後ろですよ。ど真ん中です、ど真ん中。なんであんなことが起こるの、ゆりさんっていうところを、皆さん、たくさん私のこの動画に目撃してると思うんです。あんなことが起こるのは、こんなことをしてるからです。はい。誰かのために、人のためにこんなことをしてるからです。はい。ですので、皆さんもですね、ぜひ、今から N 花チケット、はい、全日本のチケット、はい、当たりたい方、当たりたい方はですね、ぜひですね、誰かのリサイクルのものを買うっていう、お金の使い方、おすすめです。その喜んだその方とかね、私とかはね、絶対その方、当たりやすくなりますのでね、はい、ぜひぜひ、そう思って、はい、私これやったらチケット新しくなるってゆりさん言ってたしと思って、はい、知らないですけど、でも運は良くなると思いますよ。はい、証明しますから。ということでですね、ということで、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はね、またその人を喜ばせる話って言ったでしょ。だからまた気狂ったことしちゃうよ、これ。はい、新作です。新作秋物フリーツワイドパンツ、はい、はい、前回のフリーツワイドパンツも大好評ですぐなかったんですけど、はい、こちらですね、こちら9000円、入ったばっかり9000円、新作ですよ。はい、これをなんと5000円にします。5000円にします。はい、これまだ1回も紹介してない新作です。はい、5000円にします。はい、チャコールグレー、ライトグレー、チャコールグレー、この2色になりますので、はい、皆さんこれですね、新作ですので、これ今日だけです。今日だけ。これね、今からもしかしたら継続で入荷するかもしれないんですけど、その時は9000円に戻りますので、はい、今日だけサラーズ4位おめでとう記念セールなので、はい、はい、今日だけ5000円、今日だけ5000円ですので、はい、ですので皆さんこれ早物勝ちなんでね、はい、あとこちらですね。はい、こちら大人かわいいシンプルブラウス、はい、こちらもですね、こちらも秋物新作、この色と、あとこちら、はい、ベージュがあります。黒とベージュ、これも7000円の新品新作、今季物、初秋物、7000円にします。これも今日だけのスペシャルセールなので、これこういう風に1枚で着てもいいし、これ中にタンクトップ合わせてます。はい、タンクトップ合わせてこうやって着ても可愛いです。で、この上は私が着てもるのも分かるように、3L の人まで着れるんですけど、これは、この中のタンクトップはちっちゃいので、これ S ですね。はい、S です。はい、S の人だけしか着れないですけど、このタンクトップは1110円ですね。はい、
1110円になります。でこのパンツは MM から LL の人まで着れるのでね、 LL の人まで十分着れるので、はい、こちらどしどし早めに、今日買ってくれた方はこれはメーカーさんにこれとこれは在庫がある限り、メーカーさんに在庫がある限り、皆さんに行き渡るようにしたいと思いますので早めにください。でそれ以外の、今日の紹介する品は、商品はいってものです、いってものです。はい、それでは行きましょう。はい、次はこちらですね、こちらですね、はい、こちら、はい、磯台切り替え、磯台切り替えブラウスですね、磯台切り替えブラウス、これも初週もの、これも初週もの、これ新品です、新品です。こちら8000円をこちら3000円、8000円3000円にします、8000円3000円します。激安よみんな。そして、はい、これベトナムのストール、ベトナムのストール、ベトナムのストールですね、これ。これいいね、この格好でいいじゃない、ね、ベトナムのストール、こちら、リサイクルです、これリサイクルの商品、8000円を2220円、ベトナムのシルクのストール8000円を2220円にします。はい、次いきます。はい、次いきます。こちらですね、こちらもリサイクルのパンツです。これリサイクルのパンツ、センタープリプレスパンツ、これ仕事をされる方いいと思いますよ、仕事される方で、ちょっとちっちゃいです。 S から M ですので、履けばちょっと、150cm、155cm から160cm ぐらいのところで、はい、S から M で、こちらが、こちらが、9000円を2220円、リサイクルの2220円、2220円、ですね、グレー。はい、そして次こちら、はい、銀河のチェックの、はい、これとこれかわいいね、このプリーツパンツ、インカムチェックのフリル、フリル袖ブラウス、フリル袖ブラウス、フリル袖ブラウス、これちょっとだけここにもう画面にも分からない、あ、ちょっとだけ分かるか、ちょっとだけシミがあります。なのでこちらも8000円を2220円、フリル袖ブラウス8000円2220円にします。はい、次こちら、はい、パール付きブラウスですね、パール付きブラウス、これも袖がこういう感じで、七分袖、私に今着てるみたいな感じの袖先になってるので、これもすぐ着れると思います、これもすぐ着れます。こちらも、7000円を、これも2220円にします、2220円。おい、で次スカート、はい、スカート、これレース切り替えスカート、レース切り替えスカート、これも最後の最後、まだ売れてないので、これを1110円にします。これここ裏地ついてるので、はい、透けません、はい、こっから上は透けませんので安心してきてください。こちら、レース切り替えスカート1110円ですね、1110円になります。はい、そしてこちらですね、はい、バリ島のこのワンピースですね。そう、昨日さ、みんなにもらったのは、あのね、ゆりさんその通り、言う通りです、暑すぎて、ま、なかなか秋物着る気になりませんって言われたので、はい、皆さん、あのバリ島のこの洋服めちゃくちゃいいですよ、肌触りめちゃくちゃいいです。私が、この間ライブ配信で着てたやつもバリ島の洋服で、あれはもうね、着すぎてパジャマにしてます。でも着すぎてパジャマにしてもいいぐらいめちゃくちゃ着やすいです。こちらリサイクルです。リサイクル。これリサイクルなので8000円を2220円。そしてこれ上に合わせてるのが、これもこうやって羽織ってきたら秋口いいんじゃないですか。ピンタックブラウスですね。ピンタックブラウス。ピンタックブラウス。こちら、こちらも8000円を、はい、こちらも2220円にします、2220円します。おいおい、あとこちら、これ昨日着てた、私これ昨日 あの解説動画で着てたブラウス、これも今季です、これも今季、今季のユーズドです、今季のユーズド、
はい、こちらはこれこの間買ったばかりだからねこれもですね、これ8000円を、あ、これ7000円か、7000円をこれも2220円にします。2220円にします。これ何回か来たから2220円にします。はい、あの着用動画じゃないけど昨日のあの動画を見てください。はい、の解説動画のところで来てます。はい、7000円を2220円。はい、そしてそのこちら新作です。新商品。はい、チュニックです。はいはい、スタンドカラーチュニックブラウス。はい、こちらですね、こちら8000円、こちら3000円します。半額以下。8000円します。で、それにこちら着せてます。これで着てた2個前の YouTube ショッピング、昨日のその前の YouTube ショッピング見てください。186か、はい、で着てます。これ着てます。はい、着用動画見てください。はい、こちらのフリル付きベスト7000円を、3000円だったけどもう1000円下げます。2220円。はい、フリル付きベスト2220円に下げます。はい、もうこれラスト。もうこれでリサイクルのもの売れなかったら返しますので。はい。はい、そしてこちらですね。はい、ハイネックブラウス。はい、ベージュですね。ベージュブルー。ハイネックブラウス、ベージュブルー。こちらですね。ハイネックブラウス、ベージュブルー。はい、こちらこうゴムついてるので今の私の袖みたいにこうまくってあげてもらったらいいと思います。はい、ベージュブルー、こちらは7000円をこちらはユーズドなので、2220円にしますので、はい、こちら、はい、気になってる方は、はい、あとこちらですね。はい、こちらこれでもいいよ。パール付きスカート新品です。これ、パール付きスカート新品。こちら、パール付きスカート新品9000円を、はい、こちら3000円。これ、S から M。ちょっとちっちゃいです。S から M。9000円にします。ほい。で、暑いから夏物行こう。これはもう昨日出したけど、これももう、ないので、これだけしかないので、でこれはもう最後だから、白だし、はい、これ9000円。これ 3L までいけるよ。 M から 3L までいける。シャドウ柄ワンピースは、はい、もうこれ 1.7 なので、1点しかない。そして何回か出しているので、こちらは9000円を1110円にします。これやめとこうかな、やろうか。はい、これね、これ秋物です。今から秋がっつり着れます。秋物です。秋物です。これね、こんな感じで丈長めだしめっちゃいいですよ。これ秋物です。でポケットあるのがいいと思う。これ新作なんですよ。はい。これ新作で、秋物の新作で、これは7000円を3000円。これも半額以下。7000円にします。おい。今もうめちゃくちゃ安いので、はい。もう今日はね、やるって言ったからね、やってるからね。はい。
焼き物に関しては、この辺とかも、値段はまた戻るかもしれませんけど、それはご勘弁というか、ご了承ください。今日はスペシャルセールなんで、阪神優勝セールみたいなのと一緒ですからね。サラーズ4位おめでとうセールみたいな。はい、で、こちら、はい、私のユーズドの、はい、何 ?2 色切り替えパンツです。2色切り替えパンツ。これ、バリ島の商品好きな方、めちゃくちゃいいと思います。履きやすいし、涼しい。はい。履きやすいし、涼しいし、おしゃれ。履きやすいし、涼しいし、おしゃれ。はい、こちら、1110円。あと2点ありますけど、全部1110円です。はい。こちら、バンコクのブラウス。バンコクのシャツブラウス、白。はい、白。こちら1110円になりますので、はい。と、あと私のユーズドの昨日履いてたやつですね。昨日履いてた、ボブラン織りのスカート。これが、67から70のウエストです。で、これ伸びないからね。ちょっとサイズの融通が効かないんだけど、はい、67から70でこれは1110円になります。ということでですね、皆さん、はい、今日だけのスペシャルセールですので、はい、ぜひですね、買い物勝ちでメールしてください。でお待ちしておりますのでですね、はい、また秋物の新作もね、この後またやっていこうと思ってますので、はい、でこの辺とかね、値段戻ってても、それが普通です。このプリズマンツとかすごいね、前回も人気商品だったので、これ5000円で買えるのめちゃくちゃいいと思いますよ。はい。なかなかそんなことする人たち、人いないと思うので。ということでですね、今日もですね、昨日も言ったけど、ファストパスのご使用だけお控えください。めちゃくちゃ安いスピーチなので、今日はもうファストパスのご使用だけお控えください。で、ご注文はメールか LINE でお待ちしております。ということで、次はカナダイの、マスクの、解説動画かなをしていきたいと思います。あと有料の方ですね、有料込みの、コミュニティの会費もですね、そろそろ、皆さん月末にかけて、あと8月分払ってない方、はい、そういうところもチケットの当たりやすさに変わってくるので、みんなね、そういうとこもね、ルールは守ろうね。はい、はい。すごいこう人それぞれだから面白いですよ、皆さん。何にも言わなくても25日に絶対メールが来て、絶対ゆりさん今月の会費振り込みましたっていう人がいる。この子偉いなってずっと思った。名前言わないけど、いつもありがとうございます。律儀だなって思って感心してお姉さんを見ております。はい。ですのでですね、みんなで運を上げてですね、はい、ぜひチケットゲットしていきましょう。ということで、はい、それでは皆さん、ごきげんよう。またね、バイバイ。 See you。ごめんごめん、送料のこと言い忘れました。そして終わったら速攻パジャマに着替えた。ごめんね。これ送料、今回夏物なので、初心も夏物、1枚で送る方はこちらのレターパックで送ります。そして、全国一律送料1000円なので、まとめて買ってくださった方、まとめて買ってくださって送料が高くなった方は、うちの方で立て替えさせていただいて、はみ出す分は、はいはい、はうちで払わせていただきますので、遠い方、北海道とか沖縄とか東北とか九州の方とか、はい、遠い方ですね、遠い方も全国一律制になっておりますので、まとめ買いして、送料が、大きくなったとしても、差額分はうちの方で立て替えさせていただきますので、ぜひ皆さん、はい、どしどしまとめて買っていただいた方がお得だと思います。送料1回1000円しかかからないのでね。ということで皆さん、お申し込みお待ちしてます。バイバーイ。